はい、どうも、ケケです。今回はですね、最強カード使って負けるまで生マルチやっていこうと思います。ここでの最強カードの意味はですね、その場その場でのリアルタイムで勝率が一番高いカードのことをね、最強カードと言わせてもらいます。でね、今の最強カードはこちらのザッピーになるんですけど、ザッピーがね、バンって出てると思うんですけど、勝率が 8% で、勝率が 60% のカードとなっております。勝率低いんですけどね、その分勝率がね、高いというね、誇らしきカードとなっております。ザッピーこちらのデッキおすすめですね。で、ゴレクロ。でね、ザッピーは正直言って今の環境弱いんですよ。ドリルとかに対して弱いんですけど、ゴレクロ自体がね、そのゴブドリ系に強いっていうのと、ボンバーも入ってるし。で、ゴレクロの弱点に、エレジャイがあるんですけど、そのエレジャイに強いのがザッピーっていった感じのね、ちょっと万能なね、バランスが取れてるゴレクロとなっております。で、ファイボーのところを柳雨にもできるんですけど、ファイボーだとね、ゴレクロの弱点のマジャチャとかマズネクに対応できるんで、まあ、このファイボがね、一番その万能でバランスがいいんじゃないかなと思いますと。いった感じで早速やっていきますか。まあ、ファイボにしたら、ロケホとかが逆にきつくなるかなと。いった感じですね。さあ、現在トロフィーは175位、7442位からやっていこうと。あ、全然逆だ。やっていこうと思います。それでは、いきます。いきます。さあ、来ました。よろしくと。お、初手ゴレあるんですけど、ダクネがないんでね、ここはちょっと待っていきましょうか。ダクネまであったら初手ゴレしていいと思うんですけど、ここはちょっと待ってからいきます。でね、このデッキね、ザッピーがね、勝率 60% あるんで、まあ、そのまんまでいったら100回マルチ回したら60回勝てるじゃないですか。つまりその60回をこれから100回やるとして、60回を全部手前に引き寄せた場合、俺60連勝できるんですよね。つまり皆さん今回60連勝見れますよ。さあ、ここはケツゴレでしょ。よいしょ。おお、逆サイン来たか。まあそっか。まあ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 。これはいいでしょうと。ボンバーとかで起用したいですね。バルキリーは。で、ここはちょっとダックに。ああ、クロスなんだ。あ、そっか。アーチャーだからクロスか。なるほどね。といった感じで、ここはボンバー起用していきたい。さあ、ボンバー起用。からの、コウモリからの、クローンを打っていく。これ止めづらいと思いますよ。で、今回は、例えばね、アーチャーだったんでね、矢の雨とかの方がいいっすね。コウモリ緊急すんな！お前！あ、でも、ほらね、強いんすよ。ね、ザッピーが強いんすよ、ザッピーが。さあ、コウモリ暴れていったな。相手 ISP だから、LSP じゃない分ね、そのクローンのサソリがいいっすね。さあ、こっからは正直守りに徹した方がいいんで、まあ、2倍タイム入るまでは4コス以上のカードは切んない方がいいですね。逆サイクロスが来るんで。なんで、ゴレを真ん中に構えつつ立ち回っていこう。大体アンチャン諦めか？諦めなら多分スペルをどっかに打ってくると思うんで、さあ諦めていない。ここゴレ出していく。で、ここはこういうザッピーだとファイボで飛ばされてしまうんで、しっかりダクネをつけて、コウモリで削っていきましょう。パワーが強い。マジで。ここはファイボでいいかな。ここにファイボでアンパイでいきましょうか。よいしょ。で、しっかりと、まあ、ダクネの形を残していく。ここはね、クローン打ったりしませんよ。で、ここで、まあ、ザッピーセパ。結構安牌です、これ。これは、ボンバーで耐えて、で、ボンバーのタゲを取られないようにゴレを出していきます。これすることでね、まあ、ゴレボンバーの形ができるんで、まあ、ちょっと強いっすね、ゴレボンバー。あ、ファイスピか。そっか、ファイスピならさ、ファイスピ切った後さ、これやったらさ、結構地獄じゃね？いや、コウモリがきついんだ。ファイスピ切った後。なるほど、なるほど。さあ、いい話が聞けましたね。さあ、ザッピーセパレートして、まあ、さっきと同じ感じで守ろうかな。2コスで。ちょっとさ、コウモリとか、ボンバーがある分、高回転でゴーレムが回りますよね。なんで、割とその攻めのリズムっていうのが作りやすいデッキなのかもしんない。ただやっぱ、ファイボだと、そのアーチャーとかに対してすぐ打てないのが辛いですね。ただ、マジアチャとか、マザネクとか、もうその、それ出されたら終わるっていうカードに対してしっかり打てるんで、俺はファイボがいいかなと思います。さあ、1勝目。どんどん行きましょう。今のところ勝率 100% ですね。さあ、ザッピーの勝率をまたもや上げていきます。145位から行きましょう。よいしょ。さあ、来ました。よろしく。サナリさん。この人は確か、ゴブドリだったんでね。まあ、その、ゴレクロの刺さりがいいかな。ただ、トルネとかが入ってた場合、ゴレクロが刺さんなくなって、ここは急ですね。刺さんないんで、そこには注意していきたい。そこはお祈りですね。そこをプリンスで受けていく。プリンス、そんなさ、ゴブドリに強くないからさ。まあ、ここはボンバーも出して、まあ、ゴレを回していきます。
うわー来た。あ、でもこれ矢の雨じゃなくてよかったね。ファイボなんで、このマザネ、マジャチェに対してファイボを打つことができるんでね。まあクローン取れねえか。でもそっか、なるほどね。うん、まあここはケツゴレかな。ケツゴレして、でコウモリもね、ゴブドリに対してちょっと強いんですよ。ゴブドリってスケルトンは飛ばせるんですけど、コウモリとか空のユニットに対して攻撃が当たらないんで、まあ、コウモリ積み出しても抑えれるといった感じになっております。さあここは、手札をなるべく早めに回していきたいかな。でコウモリはつけないです。ここは、まあ、クローンかけてトルネ使う。あー、ちょっと待って、いやここプリンス追加でいいな。プリンス追加だけで、まあ、ファイブは打てないんで、ただここスケルトン溶かす。これボンバー追加だな。ボンバー追加して、いやファイブ打ちたいよ、ファイブ打ちたいよ、ファイブ打ちたいんだよ俺は。俺がファイブ打たせろー。ちょっと、うわー全然ダメだこれ、全然ダメだ。打たなきゃよかったな。なら、うーん、まあここは、いやファイスピがあるな。あ、オッケー、そっか、ゴブドリは使ったとか。うん、まあでもまあすぐ回る。なるべく攻めの時にファイボもしっかり合わせて打ちたいな。で相手の方が高回転なんで、2周目、ま、マジでとか来ると思うんですよ。なんで1周目をなるべくユニットで溶かして、2周目に対してっていうプランでいきたい。さあここはゴレを端から、ダクネのね、あの反対が右端から出されたらこっちからでいいんですけど、キング裏から出されたらこっちから出すと、そのキングにね、ダメージが入んねん。キングじゃねえわ。アリーナタワーにダメージが入んねん。これね、いい感じにやれるんで、プリンスでちょっとまずつついといて、後ろに下がって、いい感じに公園になってくんねえかな。ですよね。まあまあまあ。さあ、ここは、来た。まずファイブ、まずファイブ打って、トルネ使った、トルネ使った、トルネ使った。来た、来た、来た。ああ、いけるいけるいける。ファイスピ、ファイスピ、ファイスピ溶かせ、なんか。いや、来てる、来てる、来てる。これプリンス追加。マジやる、マジやる。これ来たかよ、もう。ボンバー追加。来た来た来た。ファイボであることで、このトルネマジャちゃんに対してもゴレクロで勝つことができるといった感じ。いやマジで強いな。じゃあマジで強い。さあこっからは、あとは必死になってゴブドリを守るっていうプランかな。でマジャチ来るんでファイボ打って、さあまあ多少ダメージは入るんですが、これでね相手の攻めのカードがないんで GG といった感じでね。さあゴレクロファイボ型、今のいいところは、マジエチャの1周目をちゃんとプリンスで溶かすことができて、ファイブを温存できて、2周目に速攻で打ってたっていうのが良かったかな。あと相手がね、クローンを読みで打ったのか分かんないんですけど、クローンが、俺はクローンかける前にトリノを使ってくれたんでね、その隙に攻めることができました。128位からいきます。よいしょ。さあ、いきました。よろしくと。さすが最強カードといった感じですね。今のところ勝率は 100% となっています。またもやザッピーの勝率を上げてしまいました。さあこれどうしようかな。ここはまあプリンスかな。ちょっとダクネはやっぱゴレ用に温存したい。うわクロス来たか。さあここをとりあえずザッピー出して、ファイボ必要かな。相手何も出してこないならいいや。あでもこれ抑えれるでしょ。いやボンバーのエイムがいい。ただ、まあ、プリンスが強え。これどうしようかな。ワンチャン8枚これ行っていいかこれ。ダメか。いやでもこれボンバーで受けて、ケツゴレで良さそうじゃね。さあ、ケツゴレ行きます。OK。で、逆サイとか来た時には、まあ、フル虫で1本折るっていうのが、やっぱクロスに対しては1本折ると強いんでね。そんな感じで行きましょうか。で、今回は、ボンバーかな。アイウィズとかの枠がボンバーになってるんで、まあ、矢波が欲しいところではあるんですが、なあ、うまく崩していきたいですね。そこプリンス追加で、トルネは絶対やるな。トルネ使った瞬間に、うわ、なるほど。これ、ワンチャン。来た来た来た、行け行け行け、奇襲奇襲、お、来た、奇襲決まった。マジで奇襲決まりましたね。相手がちょうどロケットで、多分トルネのエリクサーが、なんか、溜まるか溜まらないかぐらいか、それか、普通にこれ許容できるなって思ったぐらいの瞬間に攻めましたね。さあ、いい感じ。ここはとりあえずコウモリでゴレを回して、まあ、さっきのクロス戦と同じ感じでね、まあ、ゴレで守って立ち回っていきたい。いや、強いな、本当に。惚れ惚れしちまいますね。さあ、ここは来たんで、多分クロスがあるんで、あ、クロスじゃない、トルネがあるんでね、ここは、もう、直線です、直線。これ、ボンバーやられるかな。
避けろ、避けないね。はいはいはい。さあ、ここはダクネで次のタゲを取ってあげて、破裂した後ね、タゲが移っちゃうんで。さあ、ここザッピーでセパレートして、ちょっとやばい。ここクロス来るよな。お、来るぞ。来た。ただここはなんとかなりそう。これで5打って、あとは許容かな。うん、これは許容。仕方のない犠牲で、ここでもうゴレ出しちゃうんですよ。もう相手右5圏内なんで、まあ、ゴレ出しとけばクロスで攻める隙がないんでね。ここもトルネオにザッピー構え出しといて、トルネオも多分打てなかったよね今で。あとは手札を回して、使った後にトルネオ使った後にコウモリ追加で、まあクローンかけなくてもいいんで、ここに5打って、ジジといった感じで、しっかりトルネ相手に対しても勝てるゴレクロと。優秀ですね。何がいいんだ。まあでも5は結構やっぱいいよな。まあ今の相手には刺さなかったんですけど、プリンスが強いのかな。プリンスボンバーの形がシンプルに、まあ、トルネとかに対しても突破できる可能性があるって感じですかね。さあ89位、マジ3連勝してる。いけるぞマジで60連勝。いきます。よいしょ。来ました。赤さんよろしく。勝率ってね、マジでね、日によってね、変わるんで、このシリーズ系になるんですけど、いろんなカードでやっていきたいですね。でね、一番ね、使用率が低いカードで、勝てるまでっていうのもやろうと思うんでね、まあ、高い、なるべく、順位が高いマルチでね、やんないと意味ないと思うんで、まあ、そんな感じで取っていこうと思うんでね、よかったら、面白かったら、なんか言ってください、コメントで。面白くなかったら、言ってください、それも。俺青か、じゃあ。いやーむずいよなこれ。まあゴレ2倍入った方が、まあでもここザッピーセパでいいな。強いのに越したことないんだけど、手札がね今弱すぎるんで。おお、あうわ、パルチ来た。天敵じゃねえ、クローンの。クローンの天敵すぎるでしょ。しかも5で飛ばねえし。いや飛ぶのかワンチャン、俺なら。さあここはボンバーでケアしてあげても良さそうだな。なるほど、まあ、ボンバーケアいきますか。ボンバーでちょっとプリンスを手助けしてあげましょう。で今さ、普通にさ、いやまあこれダクネしょうがないな。これは今の無視してさ攻めたら怒られちゃうよね。なんかただこれダクネが強い、ダクネのコウモリが強い、ダクネのコウモリが強い。まあ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 いいでしょう。さあここ結合でいきます。相手トルネもあるんでね、今のところクローンかけても、トルネトルネ、まあとにかくプリンスボンバーがな強いな。そこをうまく使って、バルキリーファルチだと思うんですけど、うまく突破していきたいな。で絶対ね、どっかのタイミングでクローンを俺が打つ前に先にトルネ使ってくれると思うんだよ。いやでもエルスピア、あーちょっとやばい。これダクネ単体でいきます。あでもこれちょっと待って、来てる来てる来てる。あーもうマジかマジか、今のプリンスあと1回続け、ガチかマジで。ちょっと待って、来るよな、一旦。来たら、5打って、からの、ザッピーも。もう、本気防衛。いや、守れるでしょ。OK。よし、いい防衛、いい防衛じゃね。こっちだな。まあ、逆サイド攻められる分にはいいんで。あ、やばいか、これ。ちょっと待って。あ、ちょっとごめん。ごめん。マジでごめん。マジごめん。ザッピーごめん。勝率下げちゃった。ちょっと待って。やっちまったか。うわー、マジか。あ、ガチか。俺のミスだ、この完全に。ワンチャンねえかな。スピードを優勝してくれ。頼むから。あれ?ふぅ、といった感じでね。ちょっと、マジミスった。ゴレ展開のターンじゃなかったね。ま、にしても、もっと手前からとか、だったな。間に合わなかった。ちょっとゴレクロの歴の浅さが出てしまったな。まあ、3勝1敗といった感じで、まあ、75% なのか?そんぐらい?まあ、勝率を上げれたといった感じで、まあ、皆さんぜひね、まあ、ザッピー強くないんで、そのザッピーを使えっていう意味ではないんですけど、まあ、このゴレクロ限定でね、まあ、ザッピーが活躍するんでね、まあ、ぜひこのデッキ使ってみてくださいといった感じで、まあ、どうだろうな、今のは、まあ、一旦ゴレじゃなくて他のユニットから立ち回るべきだったね。
うん、なんかザッピーがねいいんすよね。まあクロンとの相性が別にいいわけとかじゃないんですけど、プリンスとかもね、まあクロンとの相性はゴレとダクネとコウモリだけになるんですけど、それ以外のねそのゴレクロの相性補完っていうか互換を他のカードでできることができるんでね、結構いいデッキだと思います。ってな感じでぜひ使ってみてくださいといった感じで今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。